10th アニバーサリー劇場版遊戯王超融合。時空を超えた絆は、2010年1月23日公開のアニメ映画、3D 映画。テレビ東京系、アニメ、遊戯王シリーズの放映10周年、記念クロスオーバー作品である。テレビ東京系でのアニメ放映10周年記念のスペシャル作品で、歴代3作品、遊戯王デュエルモンスターズ、遊戯王デュエルモンスターズ GX、遊戯王 5Ds の主人公が集結するクロスオーバー作品。テレビ東京、NAS が制作する遊戯王劇場用作品としては、初めての日本国内向けの作品であり、遊戯王を冠する劇場用作品としては、通算3作目にあたる。3D メガネを通して鑑賞するスクリーンから立体が飛び出してくる本格 3D セルアニメの長編映画としては初世界初の手書きアニメの立体 3D 作品である。ワーナー・マイカル・シネマズ、東宝シネマズ、T・ジョイ、ユナイテッドシネマ等の 3D シアターで公開された。スタッフには遊戯王シリーズに長年携わってきたデュエル構成の彦久保正弘、脚本家の吉田真が参加。キャラクターデザイン、モンスターデザイン、総作画監督には、デュエルモンスターズ以来となる、加賀見隆弘が起用された。音楽は、5Ds に参加している、美濃部武史隆史、Wall 5 project が担当し、同作からの曲が多く使われているが、GX からも、10代のテーマや、熱き決闘者たちのアレンジ版が使用されている。5Ds 監督の小野克己は監修として参加し、カード演出や使い方のチェック、レイアウトの指示などに携わり、劇中ではカメオ出演を果たしている。監督には様々なアニメ作品で演出家として活躍しているシリーズ初参加の竹下健一が起用された。原作者の高橋和樹は、原画スタッフとして参加しており、終盤で遊戯がカードをドローするワンシーンを描いている。2D で制作された映像は株式会社 QTEC により 3D へと映像が変換された。特に D ホイールやカードなど CG が使われる場面で 3D 効果が強調されている。同社の水谷は2次元のイラストで使われる遠近法の奥行きを3D で再現することが難しく苦労したと、制作を振り返っている。入場者限定として、遊戯王 5D、ソスグカード、新進苦願の黒龍が配布された。キャストには、テレビ番組、先読みジャンバンの司会のアメリカザリガニの柳原哲也と、平井義行、南明奈が、ゲスト出演している。遊戯王 5Ds においては、公開前から、番組冒頭と、エンディングに映画の宣伝が組み込まれた。番組冒頭では9週にわたって劇中で使われる9種類の新モンスターを紹介している。映画の試写会の模様や主演3声優のアフレコ収録風景なども合わせて放送された。また映画の公開期間中はオープニングとエンディングが映画の映像が盛り込まれた特別仕様になっている。また5Ds 本編と設定や世界観を共有しており、本編にも関わっている。2010年1月 23.24 日の初日2日間の週末興行収入ランキングでは初登場6位となっている。2011年2月26日より全米にて公開。ただし、通常のロードショー上映ではなく、日程を2月26日27日及び5月5日6日に限った限定上映。これを皮切りに順次ヨーロッパ圏やアジア各国でも上映された。また、日本でも世界公開記念と題し同日よりワーナー・マイカル・シネマズでアンコール公開が行われた。また、5Ds 本編もそれに合わせ再びエンディングに映画の映像が盛り込まれた。アンコール上映では、本編映像の後に特別映像として、遊戯王ゼアルの本編がダイジェストで公開され、来場者には、下敷きが1枚配布された。表は、ゼアルの広告となっており、裏は、デュエルモンスターズ、GX、5Ds のどれかで1作品で使用されたカードが、紹介されている。こちらは映画で使用されたカードのイラストやテキストも含まれている。2011年6月15日に DVD とブルーレイソフトとして販売された。3D と 2D の2種類の映像が収録されており、3D 映像はサイドバイサイド方式となっている。初回特典に前述の新真空眼の黒竜1枚と描き下ろしスリーブ、ブックレットなどが封入されている。未来から来た謎の敵、パラドックスによって不動優勢のスターダストドラゴンが奪われてしまった。不動優勢はパラドックスを追ってタイムスリップし、精霊と通じる友情10代と伝説のデュエリスト、武藤遊戯に出会い、3人はパラドックスとの壮絶なデュエルを繰り広げる。この二人は GX にも登場している。パラドックスが使用するカード。パラドックスが身につける仮面と同色の鎧を身にまとっている。パラドックスは新モンスターのことを体になるモンスターと表現しており、遊戯は新モンスターから闇の力を感じ取っている。イラストは元のモンスターの構図を左右反転させたような姿になっている。新とは新しいと、罪を意味する、ダブルミーニングである。英語名においては、新を使用すると関係ないカードも含まれるため、名称が、有害なを意味する、マレフィックが使用されている。パラドックスは、各時代で集めた最強のモンスターたちを、新モンスターに変化させて、デッキに加えており、新青眼の白竜、新真空眼の黒竜、新サイバーエンドドラゴン、新レインボードラゴン、新スターダストドラゴンの5種を使用している。新モンスターは元となったモンスターをデッキから墓地に送ることで手札から特殊召喚ができるが、フィールド魔法、新ワールドがないと破壊されてしまう。オフィシャルカードゲームでは効果が異なり、5種のモンスターたちは元となったモンスターをゲームから除外しなければならない。フィールド魔法は新ワールド以外のカードでも代用できるが、それらの新モンスターは、フィールド上に1体しか存在できない、新モンスターが、表則表示で存在する限り、他の自分のモンスターは攻撃宣言できないという、デメリットがある。ただし、新、パラレルギアは、唯一召喚条件に指定がなく、2つのデメリットを持たない。この他に、新モンスター同士で、シンクロ召喚する。新パラドックスドラゴン、それが破壊された時に特殊召喚できる、新トゥルースドラゴンといった切り札を使用する。なお、その2体は、他の自分のモンスターが攻撃宣言できないというデメリットを持たない。ありがとうございます。